タレがね、全体に絡まるんですよ、これ。混ぜていくと。ほらほらほら。はい、どうも。2021年ベストアルコールニストに選ばれました、リュウジでございます。という感じでですね、今日も始まりました。自己満足キッチン。食べたいもんがありまして。食べたいんだけども、もうお酒も入ってるし、とにかく、簡単にやりたい。簡単に、肉じゃが食べたいんです。言えたかな？肉だか。肉用意するのめんどくせえし、火使うのめんどくせえなっていう時ありますよね。特に、飲んでる時ですね。そんな、皆さんに、朗報ってきました。じゃがいもと、この立派なじゃがいも！このシーチキン。これね、シーチキンマイルドとシーチキン L って違うんですよ。シーチキンマイルドって、カツオなんですよ。で、シーチキン L って、マグロなんです。僕は、カツオよりマグロの方が、好きで美味しいなと思うんで、僕、L を使うんですね。タレツマジャガっていうですね、超簡単で超うまい、おかずを作っていきたいと、思います！リュウジの、バズレシピ。はい、じゃあですね、今回のレシピはもっとすごく簡単なので、もう本当にパッパパッパいっちゃいます。まずね、じゃがいもですね。じゃがいもはね、皮はよくたわしかなんかであるんですよ。たわしがなければ、アルミホイルをぐちゃぐちゃにして洗っても大丈夫です。皮ごといきます。皮むくのめんどくさいんで。酔っ払いに皮をむかせたらね、怪我しますよ。そして半分に切ってですね、まあ、これぐらいのじゃがいもの大きさだと、6等分かな ?6 等分ぐらい。ほら、これぐらい。で、まあ一口大に。カット、こんな感じですね。これも6等分に、ね、簡単簡単簡単じゃん。これなら酔っ払いのおじさんにもできるよ。本当にこう大きさまばらでも全然美味しいですから。ツナ缶ですね。これね、油漬けのツナ缶がいいです。水煮しかないっていう方は水煮缶の水全部捨てて油入れてください。で、ここにツナをこうこっそり入れていきます。はい、じゃがいもと非常に相性がいいんですね。油ごとね、全部入れてくださいね。これ大さじ2、はい、ね、これね、酒のうまみとあとね、水分を加える。どうせ水使うんであればお酒と水分を加えた方がうまみがつくんでね。で、そして僕に大さじ1杯の料理酒を加えて、僕の表情を柔らかくしていく。でも大さじ2杯ぐらい入れてもいいかもしれないですね。ここら辺はさじ加減で大丈夫です。はい。ああ、テンション上がってきました。はい。焼肉のタレね。僕は黄金の味の中辛いつも使ってるんで、黄金の味の中辛やります。これね、大さじ4杯。結構ね、入れます。味付けはね、ほとんどね、焼肉のタレです。これ今何杯入れたっけ?3。3入れた？あれ？ 2 杯じゃね？これ3目じゃない？これ3。3目。大丈夫かな？お、ちょうど4杯で突き切りましたよ。使い切りました。そう。これ大さじ何杯も入れるってなると途中忘れちゃうんですよね。これね、あるあるだと思います。ある種あるある。そして、ここにラップをしておきます。はぁ。はいはいはい。そしたら、この状態で。600ワット9分加熱します。9分だから結構長いですよ。これそしてこの間はですね、僕の飲みタイムになりますんで、では皆さん、9分経ちましたんで開けていただきます。9分経った姿はこちら。あ、熱くない？いいね、これは。これをこうやって混ぜていくんですね。で、混ぜる時もちょっとじゃがいもちょっとね、傷つけながら混ぜるっていうのがポイントですね。じゃがいもってでんぷんを持ってるんで、ちょっとね、混ぜるとね、じゃがいもが少し煮汁に溶け込むんですよね。とろみのある煮汁がじゃがいもに絡むっていうね。なのでちょっとこうガッサガッサ混ぜてもらって、じゃがいもをねちょっと崩して、じゃがいもの成分をタレにまとわせて、タレに少しとろみをつけてあげた方がいいです。これ非常に重要なんです。タレがね全体に絡まるんですよ。これ混ぜていくと、ほらほらほら、ツナジャガいいですよ。ち
ちょっとねじゃがいもね高い時期もあったんですけども、もう今はね結構落ち着いてるんでね。そして最後にこのねじゃがいも溶け込んだ最後にね黒胡椒、ちょっとねピリッとさせると非常に美味しくなる。最後にパラッと小ネギを。それではレンジでできるタイサラダの完成です。はい、それではですね食べていきたいと思います。いただきます。ハイボールだな。あこうやって氷しろがったままでいいから。じゃあ皆さんハイボールでいただきたいと思います。いただきます。いただきたいと思います。これはねマッチうまい。でもホクホクなんですね。ツナがね具だと思ってるでしょ。これミートソース溶かしたツナ缶。じゃがいもってそもそも茹でてやる方すごいいらっしゃると思うんですけども、本当思うんですけど電子レンジでじゃがいも調理するのに慣れたらもう鍋使えないですよ。それぐらい美味しいです。水使わないしでベタベタしないんですね。たまらん。ご飯もいけるなこれは。で味変でタバスコ。タバスコってのはね何でも美味しくするので、僕から見ると何でもおつまみに変化させる。タバスコね。あ、うん、あタバスコ超合う。甘いツナジャガに非常にねタバスコの辛みと酸味が合う。じゃあラー油もかけてみる。ラー油もちょっとねごまのかごま油。あ、ラー油も合うじゃねえか。中華っぽくなる。バターとかもいいかもね。ということでぜひ皆さん達成させて。あーうまいね。もう匂いがうまいもん。僕はねこれだけでね何杯もいけちゃう。なんでビールのプロモーション来ないの？全然わかんないですよ。こんなにお酒を愛してるのに。